ナイトホークはホンダ技研工業がかつて製造販売していたオートバイのシリーズ商標である。もともとは日本国内仕様として販売されていた CB750 カスタムや CBX750 ホライゾンなどの北米向け輸出仕様クルーザータイプに対し1980年代から使用されていた CB シリーズのペットネームである。 1990年代になり北米向け輸出仕様の一部が法規制や保安基準に適合させた上で日本国内販売されることになり公述する 750cc 並びに 250cc クラスモデルがペットネームをそのままシリーズ商標並びに社名へ転用して販売された。ナイトホーク7501991年7月12日発表。 同月12日発売、形式名 RC39、ネイキッドタイプの大型自動二輪車である。搭載される RC17E 型クーレ4、ストローク4気筒4バルブ DOHC エンジンを、はじめ基本コンポーネンツを CBX750 シリーズと共用する姉妹車であるが、長距離ツーリングを楽しみ姉妹地での使いやすさも、兼ね備えたコンセプトで開発されたことから、 ブレーキは前輪が油圧式、シングルディスクブレーキ、後輪が機械式、リーディングトレーリング、マニュアルトランスミッションが6速5速に変更されるなどの相違点がある。本モデルの日本国内販売台数は750台限定とされ、後継車種は翌年に発売された RC42 型 CB750 となったが、北米向け輸出仕様は2003年まで。 継続生産された。ナイトホーク2501992年2月21日発表、同年3月1日発売。形式名 MC26。排気量 250cc クラスの普通自動二輪車で、本モデルは、車体デザインなどは上実した 750cc モデルを踏襲するものの MC24。E 型空冷4ストロークに寄討再一 C エンジンを、 はじめ基本コンポーネンツは 250T シリーズや CD250U などと共用する。日本国内仕様とはイタリアグリメカ社製キャストホイールを装着するが初期の北米向け輸出仕様は前後ドラムブレーキかつスポーカホイールとされた。1994年2月28日発表、同年3月14日発売でカラーリング変更のマイナーチェンジを実施。 その後は日本国内使用が1998年施行の排出ガス規制により同年までに北米向け輸出使用も1999年までに生産終了となった。ありがとうございます。